を取っとこう。カメラ取っとこう。なんか変な。はい。お、自分とこな。はい。うるさでだよ。わしこの近所に住んどる前やけどな。はい。ギャー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 毎日毎日さらに何してんのよ。僕ら多分あんまりギャーギャーとそんなに言ってないと思う。いやいや、響いとるから言うとんやろうが。結構ね。僕の声とかですか？いや、誰の声か分からへんけどな、はい。男の人の声と女の人の声やわな。女の人の声。うん。ちょっと呼び方がいるんですけど、うん。そんなにあんまり、何時ぐらいですか？あんまり僕ら夜とかは、ちょっと仕事からちょっと撮影とかはするんですけど。撮影？うん。あんまり夜とかは撮影はしないんですけど。夜してへんって、まあ昼間やわな、うるさいの。わしらかてお前な、昼もお前寝たいのにやな、チビもようさんおってやな。はい。寝るもできやんとギャン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 うるさいよってな。はい。ずーっとわし我慢しとったんや。はい。もうあんまりにもあんまりやから、ちょっと今日はこさせてもうたんやけどね。申し訳ないですけど。ほ、うん、何を奥さんにどんどん奥さんけえへんのかやな。わし怒って言うどんどん。あ、ちょっと待ってください。来てくれへんとなんかね。ちょっと、謝ろうか。ちょっとうるさいみたいで。奥さんかな。はい。うん。毎度毎度わしな、ここに近所住んだんやけどな。ギャン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 、うるさって寝られんのできへんねんけどな。え？ちゃうかな。あ、すみません。うるさいんよ。騒音迷惑ですわ。夜、寝られる時間とかは多分あんまり僕らやってないんですけど。うん、わし夜仕事しとったらどないすんのかな。それはほんでも。うん、わし夜仕事やっとって昼間な、寝る人間やったらどないすんの。しゃあからわし肥やしてもうてんのよ。そうですね。わかる？はい。なるほど。うん。ほな、夜寝られへんわな。はい、夜仕事やっとったらな、昼間お前うるさかったら寝られへんわいな。違う？そうですね。そうやろ？はい。うん。ほんで、何これ？撮影で何の撮影してんの？あ、ちょ、僕らちょっと YouTube を撮っていて、YouTube？ 公開してるんですけど、うん。で、まあ、夫婦でちょっと、ドッキリとかの、うん。まあ、撮影とかをっていうので、ちょっと、撮ってますね。それでギャンギャンうるさいんかい。いつもハンハンキャ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 ンよ。エロビデオ見てるのなんか知らんけどな。いや、エロビデオ見てるんですけど。え？そんなに何？キャンキャンとかは。いや、聞こえとるから言うどんやんか。どちらに？いや、そこやって近所。家まで説明せなあかんか？すいません。え？もしかしたら、でもうちそんなにうるさくしないと思うんですけど。ちょ、うるさくしないって、うるさいから来てんやんか。なんで申し訳ない、うん、これ何、防音設備かなんかしとんか。おい、おい、外の音漏れようにしてんの？部屋ですか？うん、シャウンカーテンみたいな一部は。ね、シャウンカーテンってなんか音をシャットアウトするカーテンみたいなのは、うん、まあ一部はどんなんやってんの？飯もでもかめへん？あ、はい、それは飯もでもかめへん。はい、ほな、お邪魔させてもらいますよ。はい、どれシャウンカーテン？シャウンカーテンはあっちなんですけど。ほんで、ここでやってんの？はい。ほんで、ワンワンキャンキャン聞こえんの？いや、そっちであんまり、こっちでですね。あ、ここで撮ってんの？はい。ただ、こっちはそんなに、ちょっとシャウンカーテンとかちょっと用意できてない感じですね。そら、こんなとこからやったら声漏れるわな。そんなに、叫んだりとかは。え？最近あんまりギャーっていうような、あんまり悲鳴みたいなのが聞こえるような撮影とかはちょっとしてないんですけど、それ僕らの家から結構聞こえてくる感じですか？そうやな、わし何回も断っとるからな。ちょっと申し訳ない、うん、申し訳ないってな。まあ結構あれで、自分らなんどない思っとるのか知らんけど、周りから言うたら近所迷惑って言うて言われとるで。ちょっと防音はちょっと整えるようにします。ちゃんとやってもらわなかったら困るわな。はい。今から菓子折るでもこうって近所にみんなで一緒に謝りに行こうか、奥さん。わしと。ごめんなさい、すいませんでした。うるさくしてすいませんでした。謝りに行こうか。一緒に。一緒によ。俺も一緒に行って謝るから。え？それか何、YouTube かなんかやってんだったらわし動画撮って、私たちはここで昼間からワンワンギャンギャン騒いでいましたと、すいませんでしたっていう動画でもあげるか。どうする？その菓子折りをちょっと、
僕が行きます。何しに？いやもう、わし近隣の住民代表で言わしてもうてんのよ、はい、うん、そやからわしも一緒にいて謝らんかった話になろうな。熱いな、腹立ってるな、あんまり。え？わし近隣の住民代表でもんで言わしてもうてんのよ、わからん。うん、ほいで、何よ、あの、菓子折りかなんか持っていくんやったら、近隣さんに配るんやったら、やっぱりな、一件一万円と考えたら、やっぱり15件ぐらいあるから、15万ぐらい払ってもらわなかったら困らん。今15万ある？今はないです。そんなに、現金ってことですよ。現金当たり前やんか。え？今は、ちょっと用意できないので、うん。ちょっと僕たちで用意したやつを。僕たちで用意したやつ何？あ、その15件分ちょっと用意したやつを、うんうん、それだから、それが15万円やんか。はい。やん。わしの迷惑料は？わし迷惑こむっとんやんか。仕事もできやんと。昼間寝れやんから夜仕事できやんと。迷惑こむっとんやんか。それの迷惑料ももちろんいるわな。大体どれくらい？どれくらいでわしの口から言われへんわ、そんなもん。どれくらいかお互い二人で話し合って考えてんやん。わしの納得のいく金額。うん。3万円。3万？わし子供ちゃうわ。それ自分の考えでもあんのか。3万か。今回人を怒らして。どれぐらい、いや、だからどれぐらいって言うたら、わしの口から言うたら、後々問題になった時、わし困るから、自分らがこれが誠意ですって持ってきてくれたら、あ、そうですか、そうです。俺の納得金額やったらそうですかってポケット入れるけど、俺からいくら持ってこいって言うたら、これ犯罪になるやん。だいたいどれくらいの、うん。いつぐらいから、うん、その結構騒音でお困りになってらっしゃいました。大方ざっくりで言うなら3年ぐらい前かな。もう3年間ずっとわし我慢しとんで。引っ越してきてってことだ。いや知らんよ、引っ越してきたんは。うるさなったん大方3年前やっつってんの。近所の人間の顔覚えとるか、一個一個全部。3年分ちょっと、まあ、あのその迷惑料で、うん、その、うん、まあ、3年っていうのをちょっと考慮した、うん、あの金額ちょっとお支払いさせて、うん、だからそれいくらよ、俺の口からいくらちょうだいって言われへんねんから、いくらか言うてえな。50万円くらい。50、まあ50万円ったらな、あと近所に配る金が15万65万。ほんでわしも一緒に頭下げるから、わしの労働料はそれのことかな。頭は僕が下げるの。いやいや、だからわし近隣代表やから、わしが頭下げなかったらみんな気に入らんって言うて、また別の人間来るかもしれんで。で、悪いことされてないんです。謝罪される必要はない。いや、だから周りが備え合って、井上さん行ってくださいよって言うから、もうしゃあないの、わし行ってくるわいなと、わしもイライラしとんねんと。で、わしが言わんかったら話にならんや。違う？ほんでこのカメラ行くらよ。これは、うん、一番右のやつは30万。30万、はい、で、これはソニーのやつは一番のやつは25万とかです。25万、はい、おお、お前はほな、わしこれ、質屋に持ってって、換金してくら。これでとりあえずの10万、これでわし、あれするわ。15万配ってくるわ。はい、ま、その現金当たらない。そのわしのだから労力とわしの迷惑料は自分らで後で請求しに来るから払ってくれよって言ってんのよ。はい。よ、とりあえずこれわし監禁して、今から近所中に配ってくるよって。これあの、まあ、一つそういうので解決した後は、うん、もちろん防音とかを設備ちょっと整えた後に、うん、まあ、もちろんその、ギャーギャー言わないことを前提にちょっと活動は続けてもいい。いや、うるさくなかったら誰も文句言えへんで。はい。うん。うるさないの言うてきたら、やからちゃう、奥さん。うるさくもないところによ、来てお前らうるさいんじゃった。これやからちゃう。違う。わしの言うてること間違ってる？うるさいところに来て、ギャーギャー騒いでるからお前うるさいぞって言うの、これあったらお前正当性のある話やんな。わしなんかおかしなこと言うとるか？やってもいいよ。どうぞやってくださいよ。続けてくださいよ。はい、これちょっと悪いけど、金に変えてくるで。15万円、20万円で売れたら、こうやったら5万円後に持ってくるわ。でも別にいいね。うん。現金で今一緒に行った方が。現金ないんだって。いや、だから、銀行に行った方が早いじゃん。あ、そうですね。それもお手間かもしれない。そうやな。まあ、とりあえず、まあ、わしとりあえずこれ、もう出るで。とりあえずこれ、まあ、金に変えてくるわ。詐欺。
やべえな。これも撮ってたけど。やべえな。撮っといてマジでよかったくない。でもどれだけ正当性があっても金品は持ってけないけど、だってもうその場をしのぐにはさ、これしかなくない。ちょっとやばいのが取れました。え、でまた来るの？換金。うん、換金して残りの分を払って。絶対あれが欲しいんだけど。お金やって。いや、あれっていうより金やろ。いや、これカメラが欲しい。はい。はい。動く。バッテリーが切れてるだけじゃん。バッテリー多分切れてるだけやからって言って。いるの？いると思う。こんな動かへんカメラ回すの何これ。あ、多分充電がしてない。え？充電されてないんだと思う。まあもうとりあえずこれ返します。返します。東京から来た隣人でーす。ペッテリーです。ペッテリーです。すいません、申し訳ございませんでした。申し訳ございませんでした。大成功。大成功です。大成功。びっくりした。隣人じゃない、全然。東京からやってきました。白夜芸能事務所高倉君の隆二です。いやー、泣きそうになってるよ。今出てきた。すいませんでした。いや、ヨマイピーさ、全然喋らなかったな。だって振ってんのに喋ってくれなくて。これ持ってかれようとした時だけ必死に抵抗してるの。そう、井上さん、はい、高倉組っていう、まあ、のなんかこう、ヤクザでした。ヤクザ、はい、まあ、俳優さんがいて、東京から、はい、やってまいりました。はい、このためだけにめっちゃ怖かった。怖かったですか。ありがとうございます。ありがとうございます。もうハスキーさんが終わりです。で、ヨメキーさんゲロードさん大勢っていうことだもんね。はい、すごい。急になんかその、あれ明かしじゃん。宅急便みたいなサービスの笑顔できたんだ。隣人がちょっと苦情に来たらドッキリをしていました。リアルやったな。車の中でさらっと雑談で話してたのを覚えてはって。うまいって思った。それ使って。うまいじゃん。よく覚えてたなと思った。すごい。みんな怒ってるみたいなのちょっとグッてきました。グッてきた。感動した。グッてきたって感動できる。グサやろ。いやー、よかった。大成功やったな。大成功です。ありがとうございます。ありがとうございます。グッて来ていただいてありがとうございます。というわけで、まあこれからも近隣の住民の方に迷惑もかからないようにクリーンな活動をね、していくんだぞ、MP。お前だよ、お前だよ。すごい、しかもなんかお前に任せるみたいな感じだったじゃん。途中から俺も座ってたもん。座るの。俺がちゃんとビビったっていうのがリアルやったよ。いつもみたいな、あーへーへーって。そらそらそら、あーへーすまへんすまへんって言うわけないやん。もうちょっと守ってほしく。実際やったら守るよ、そりゃ。実際やったら。